分類されるトカゲ。別名ブラックツリーモニター。インドネシア固有種全長90センチメートル。和名や英名の通り全身は黒く、反紋等はない幼体では反紋が見られるが、成長に伴い消失する。同じく全身が黒いオオトカゲ属のボガート細オートカゲとは、対列鱗数や頸部にある鱗の形状で区別できる。死は長く。 指には針状になった爪がある。尾は長く、東道町の2倍以上を占める。尾の断面はマリー。尾は物に巻きつけることができ、獅子も含め木の枝での生活に適している。以前は緑細オカゲの亜種とされていたが、現在は独立種とされる。熱帯雨林に生息する。樹上性で地上に降りることはあまりない。植生は動物食で昆虫類。 節足動物、爬虫類、小型鳥類、小型哺乳類等を食べる。繁殖形態は、卵性で、樹上にあるシロアリのアリ塚等に、最大6個の卵を産む。卵は6ヶ月ほどで孵化する。本種はペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。以前は高価で、流通量も少なかったが、近年は少ないながら、繁殖個体も流通する。 以前は飼育の難しい種とされたが、最近流通する個体は以前ほどは飼育は難しくないとされる。飼育にあたっては高さのある大型のケージで飼育される。乾燥に弱く脱皮不全を起こすこともある。そのため大きめの水容器を用意し水滴を点滴状に落としたり、エアレーション、定期的な霧吹き、保湿効果の強い床材を用いる等の対策がされる。 ありがとうございます。